ダッシュでこずどうも武田でございます。本日の動画なんですけれどもね、皆さん山形に帰ってきました。 ND ソフトスタジアム県線で来たところの競技場ですね。そこで練習させていただきました。高校の同期が学校の先生やりながら陸上も教えてて、今日その子と一緒に練習しようってことになってて ND まで来てます。県線以来だね。それで見てほしいのが、山形はねもうこの時期になると3-2-1で行くよ。3-2-1はい、ということでちょっとあんまり分かりづらいか、ちょっと光加減が難しいんだけど、めちゃくちゃ紅葉が綺麗なわけよ。うわあっちやば。でも人がいっぱいいるからあんまり映せないんだけど、本当にめちゃくちゃ綺麗。都内だともうちょっと時間かかるよね。山形はもうこの11月頭の方にはもうこのくらい紅葉が綺麗になります。ほら綺麗でしょ。そう、結構ね有名なんだよねここの並木道的なところが。だから今もこの時間になって夕日の光加減でみんな見に来てるんじゃないかな、山形のみんなも。というところで、実はこれはね練習終わった後の後撮りになってまして、練習は済ませております。今日やった練習をみんなに見ていただきたいなと思います。練習の内容が、競技場で走る前にウェイトをしていて、その後に競技場でラン系の練習をしました。軽くブロック蹴って、でその後気持ちよく200一本流して体調整するような感じになってます。山形に来てもねこうやって動ける環境があってマジでありがたいです。早速そちらの動画を見ていただきたいと思います。それではどうぞ。ダッシュで行こうぜ。やっぱり僕は高校生たちのリンクスユーザーなんで。かわいいね。そう、なんか微妙に模様が入ってる。かっこいい。この裏がね、イモリみたいな。イモリ色が。オイヤマークセットゴー。オイヤマークセットゴI'm going to go.
最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。